レアルな回として話題になってたけど、現在ってどうなってるんだ？最近全く聞かなくなったわよね。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってね。パリオリンピックも期待されたんだけど、かすりもしない感じだよな。どうしても現状が厳しいからね。パリ五輪代表の中心と期待された中井拓宏、四部降格クラブで先発5試合の厳しい現実。順風満帆だったキャリアの分岐点となった2年前の決断。パリ五輪代表の主軸として期待されていた周英が苦しんでいる。2014年からレアル・マドリーのカンテラ下部組織に所属している20歳のミッドフィルダー中井拓宏だ。途中までは順調に見えたけどな。それでレンタル移籍するんだけど、その先でもなかなか厳しい現実が待っていたわ。2023-2024 シーズン、スペイン3部のラージュ・マハダオンダにレンタルされた中井は、しかし18試合、うち先発は5試合、に止まり、得点とアシストはともに0だった。チームも3部グループ1で最下位の20位に終わり、4部に降格している。チームとしても、個人としてもかなり厳しい結果となったんだな。3部リーグともなれば、フィジカル的で、ましてや下位チームは守備的な戦術にならざるを得ない。テクニカルなミッドフィルダーが出番を得るには厳しい状況だったのは、想像に難くない。まあそれもあるでしょうけど、存在感を見せられなかったのは他にも色々原因はあったと思う。まだ20歳とも言えるし、もう20歳とも言えるよな。同年代では日本でもバリバリ試合に出てる選手たちがいるし、どうにも難しい状況だな。名門マドリーのカンテラで激しいサバイバルを勝ち抜き、着実に昇格を果たしてきた順風満帆のキャリアの分岐点となったのが、2022-23 シーズン前の決断だ。マドリーに精通したセルヒオ・サントス記者は、サッカーダイジェストウェブに寄稿した原稿の中でこう綴っていた。中井には3つの選択肢があった。スペイン3部のカスティージェ・ B チームに昇格するか、同5部のマドリー C でプレイするかのどちらかだ。中井はカンテラの責任者から後者の方が実力的にマッチすると助言を受けていた。しかし、中井はあえて大会に飛び込むのを選んだ。同じ攻撃的なポジションには、自分よりレベルの高い選手がひしめき合い、チャンスが限られることを分かっていながら、カスティージャに昇格することを決断した。焦りもあったのかもね。安定よりも挑戦を選んだ。結果的にはこの選択が失敗だったとも言えるかもしれんが、5部のマドリー C に行ったからといってその後良くなってたかと言われると、それまた微妙な気もする。結局この辺でぐるぐる回るだけになってそうよね。マドリーで昇格し続けることができなくなった時点で大きな決断が必要なのかもしれないな。結局、そのシーズンに中井は2試合でたった5分間しか出場できなかった。同記者はこう続ける。ラウール・ゴンサレス監督の戦力構想に入ることができていないのは否定のしようがない。カスティージャは2部昇格を目指して戦っている。球際やフィジカルの強さを備えていないと通用しないステージであり、その点においてまだまだ対応できていない中井は居場所を失う結果となった。結果論にはなるが、マドリー C で経験を積んだ方が良かったのかもしれない。また、出場機会がないのであれば、シーズン途中で武者修行に出る道もあったはずだ。レベルの高い環境とはいえ、伸び盛りの時期に1年でわずか5分間しかプレイできなかったのは痛恨だった。もともと厳しい挑戦になるのは分かっていたことだけど、ドツボにはまったというか、なかなか抜け出せない状況になったわね。さっきも言ったけど、マドリー C で経験積んだ方が良かったかも。とはなるけど、結局そこら辺でぐるぐるすることになってそうだよな。どっちにしてもレアルで生き残るには現状ではどうやったって厳しいということよね。若くして挑戦することは大変なことだし、素晴らしいことだ。J リーグも含めて別なとこで活躍することを検討しても良さそうだよな。どんな選手も順風満帆とはいかないからね。挫折も経験するし、これから良くなってほしいわね。同じくスペインでプレイする久保建英であるソシエダはかつて、自分の努力だけではどうにもならないこともあるので、環境を変えるのも大切だと語っていた。FC 東京で試合に出られない時は横浜 F マリノスに期限付き移籍をし、ビジャレアルで満足な出場時間が与えられなければ、ヘタフェ移籍したと。こうして振り返ると久保も苦労したんだよな。環境を変えるのは激悪よね。ただそれゆえに試合に全く出場できなかったり、逆に大活躍したり。難しいよな。何が正解かってやってみないとわからない。中井だってレアルやスペインが合わなかっただけってことも全然あるしね。中井はどんな決断をするんだろうか。ここでの選択が一番大事そうだ。中井も、もう半年早く、マドリーの外に出てもよかったのかもしれない。いずれにしても、パリ五輪については、端にも棒にもかからない状況となってしまった。来シーズンはカスティージャでプレイするのか、またレンタルでプレイするのか、完全移籍をするのか、現状では不透明だ。J リーグでプレイする可能性もなくはないだろう。前述のセルヒオ・サントス記者は、試合に出られなくてもひたむきに練習をする中井の姿勢を評価していた。まだ20歳。明るい未来は、これからいくらでもかけるはずだ。現状は厳しいけどまだまだこれからの選手だからね。だな。この経験は今後絶対生きてくるはず。みんなの反応見ていこう。Y
良い選手でもチームや監督によって活躍できたりできなかったり、それがキャリア後半だったりする。もしかしたら中井は早熟ではなく遅咲きでエグいレベルの選手になるかもしれない。中井が活躍できれば日本代表にもプラスになるので頑張ってほしい。最近だと鎌田や南野とかもそうよね。中井も自分に一番適した環境のチームに出会えると一気に化ける可能性あるよな。中井が途中出場した試合の動画を何回か見た時に印象としては、確かに技術はあるのだろうけどボールをもらってから次の展開を考えている節があって判断が遅いように感じた。また中井がパスをもらっても周囲がパスをもらいに動かないことが多く、そのため中井がパスコースを作るためにドリブルを開始。しかし相手の脅威にはならず周囲も動かないから手詰まりに。これらを踏まえて思ったのは、中井はチームメイトから信頼されていない。チーム内で図抜けた存在になれないレンタル選手って周囲からこんな扱いになるという実例だね。監督としてもレギュラーとしては微妙なレンタル選手を使うくらいなら同レベルの自分保有選手使おうとなる。結果中井の優先順位は落ちるし、チームメイトとの信頼関係も築けない。キャリアを考えるとかなりドツボにはまった感がある。多く指摘されてるのはこの判断の悪さ、遅さとフィジカル面なのよね。それって結構表裏一体だよな。判断が遅くてもフィジカルでごまかせたりするし、フィジカルが弱くても判断が良ければごまかせる。両方欠けてるってのは割と致命的。ポジション的にもフィジカルが求められるところだし、いろいろと厳しいわね。弱点とされてるところが中井がやるポジションに一番求められるものだというのが致命的だよな。いい選手だなんだと言われても、3部や4部でやっていて、しかも試合に出れていないという現実は、もう、さすがにトップチームやリーグに行けるレベルじゃないってことじゃない？そこに行ける選手なら、監督との相性とか関係なく、どんどん駆け上がるか、他のチームから引き抜かれるでしょ。あまり期待をしない方がいいかもね。なんなら日本に戻ってきて、どこまでできるのかやってみた方がいいかもね。今の日本は昔より注目されているし、日本で頭角を出せば、また、海外に行くチャンスはあるかも。その方が近道の可能性もある。期待しない方がいいというか、私たちが勝手に過度に期待して勝手に失望してるだけよ。本人は一生懸命やってる。現実は厳しかったけど、それを一番よくわかってるのは中井本人。これからの選択が重要だ。2年前の選択肢で5部はさすがに選べないだろうな。むしろ第3の道で他のクラブへレンタルっていう選択肢があったらよかったと思う。久保も仮にバルセロナに残れてたとしてもうまく軌道に乗れてたかわからんし、ある意味一度日本に戻って J3 から経験して大事に育成してもらえたのが大きかったと思う。 U23 が J3 やったのも大きかったな。当時は日本に戻るのはマイナスって意見が大半だったけど、振り返ってみればあそこでワンクッション挟んだのが正解だったかもね。厳密には戻るしかなかったという感じだが、確かにな。期待の若手と言われてその後消えていった選手は山ほどいるし、その後復活した選手もいる。個人的には J リーグで一度やってほしいなと思うけど、若くしてレアルに挑戦してることからも、海外志向がかなり強そうだけど、J リーグを挟んでもう一度挑戦するルートもありだよな。時間はかかるだろうけど、何にしても、もう一度再出発よね。中井がどんな選択をするか見守りましょう。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回。オーミーポー。